おはようございます。ピーマート TV のレナです。今日は笑う方には福来たるという番組初出演とさせていただいております。今日の店舗はですね、西小山駅からすぐそばにあります将軍西小山店さんとなっております。この番組はですね、笑っていれば福が来るという、もう簡単に説明しますがそういう番組となっております。初めてなので、緊張すると思うんですけれども、どんなに飲まれようがどんなことがあろうが笑顔で打ち切りたいと思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします。53番でした。頑張ります。おはようございます。お願いします。おはようございます。おっと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 、まだつ、はい、おはようございます。朝一ですね、モノカマギカ2の方が取れましたので、今日はモノカマギカ2で朝一打っていきたいと思います。よろしくお願いします。ユニメモは今日京子ちゃんで、可愛い京子ちゃんで行かしたいと思います。じゃあ行きます。いつも結構プライベート打ちばっかりしてて、なんか早打ち結構しちゃうんで、今日はゆっくりめに打っていきたいなっていう風に思ってるんですけど、はい、お、京チェリーですね。思う方がいると思うので、自己紹介の方をちょっとしたいなっていうふうに思うんですけど、私はピーマート TV で、演者の方をやらせていただいております。レナと申します。動画の方がですね、あんまり出てなくて、ピーマート入ってからもちょうどもうすぐ1年って感じで、来店の方は結構行かせてもらってるんですけど、動画慣れを全然してないので、というふうに思っております。淡々と打っちゃって大丈夫かな。それとですね、これはもう自己管理の問題で、ちょっと4日前ぐらいから風邪ひいちゃってて、声がカスカスなのを、とりあえずチャンスゾーン入りました。強制引いちゃったからね、さっき。モノバギの初代がもうすぐなくなっちゃうということで、結構モノバギ初代打つんですけど、まあ2ももちろん好きで打つんですけど、今月も2の方では中段チェリー、
ね、これ。引かしてもらってるんで、ちょっと今日は期待したいなって思ってるんですけど、おなかなか滑り立ちがいい感じですね。はい、試着、まあ、今日は、まあ、窓ツーもう皆さんご存知だと思うので、まあ、解説というより、まあ、今日の収録の笑う角には福来たるということで、まあ、楽しく、まあ、どんだけハマっても笑顔で打っていこうっていうのが一番の課題となっておりますので、まあ、緩い感じで見て、本当に見ていただけたら助かります。で、まあ、もしよかったらですね、興味があったら、まあ、Twitter とかもねやってるので、ぜひ覚えていただけたらなっていうふうに思っております。いいセリフが聞きたいですよね。願い事決めましょうね。ワルプロを行かせてください。朝一結構今日平日なんですけど、お、やっぱ稼働が結構いいですね。隣も隣も朝一着きが早かったですし、窓マギー2も後ろを見る限りも全部全埋まりなんで、恐竜役を引いた後の波出しが見たいですね。
ました。ね、そんなうまく簡単にはねいかないですよね。まあでも私結構粘るの大好きなんで、本当にこれ笑かの関係なくプライベートなんでそんなハマり台打つのって言われるんですよ。本当勝ち台だったらガスタンいいの選びなよとか。でもそのなんかハマってる台をドカーンって、おーおーおー赤文字来ちゃった。いや展開早いですね。狙っちゃったんだろう。はい、監督欲しいですね。ちょっと、投資は変わらず持ちコインで行ったので、でも金属はやっぱ締めたいな。でもチャンス交互でね行きましょう。早くマギクエに入れれるようにちょっと気合を入れてればとか笑顔出ればとか。でも全然なんか失敗なく打てる感じですけどね、この感じだと。問題ない。スイカちゃん、スイカ、スイカ。でん。お、チャンスアップ。登録したことないから、
せる、ここで乗せる、いいですよね。始まる前にゲームあったら気持ちが楽ですよね。やっぱり
しようかな。まだ負けず全然してないけん。一回しましたか。これ分かんない形式やりたかったんですよ。一回やらせてもらっていいですか。何でも考えず全部、怖いな。全部ハテナでやるっていう、ちょっと一回やってみたかった。意外と出ないよ。はい、いい感じでした。でも何もわからないって結構怖いの楽しいのと両方の気持ちが味わえるので、ぜひ知ってる方も多いと思うんですけどね、気分転換にやってみてはどうでしょう。これはこれ楽しいですよね。もう見てこの緊張の感じ、遊びに放送してあげたりするんですけど、どこに行きたい、まず何が一番したいっていうことを聞いたんですよ。そしたら一番行きたいところはメイドカフェって言われたんですよね。あ、本当に一番にメイドカフェに行きたいやったら、じゃあ私もレナも行ったことないんで、じゃあ行こうかってなって、メイドカフェに行って、全力で 5M キュンやってる母親のムービーを、私は撮ってっていう遊びをしたっていう、わかりましたね、今感じで。おー、気持ちでかい。あ、なるほど、違ったか。あそこでこうね、ちょっと揃えたいもんなの。おー、早い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 、エビも来た、エビも来た、エビも来た。マミさん、今日の主役はマミさんですね。手がれ溜まってましたもんね。こんなに早く来ると思わなかったの。しっかりいいとこ見せれたと思います。よかった。
もう帰ろうかっていうぐらいは本当に嬉しいですね。うわー嬉しい、うわー嬉しい。余韻でずっと浸ってたい気持ちで今いっぱいですね。何も考えずポーンと押してしまいました今。それも全部収録の時に一緒にやるよ。おー、キューベチャレンジじゃない？大体そこにあるなら僕が違いになるちょっと打つの怖いですけど。やばい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 。